今から新型コロナウイルス感染症対策本部会議の概要に関する共同記者会見を始めさせていただきます。なお本日1時につきましては出張中のためオンラインによる出席となります。はじめに本日の出席者をご紹介させていただきます。仙台市長郡和子様でございます。郡でございます。よろしくお願いいたします。宮城県医師会長佐藤和弘様でございます。はい、佐藤でございます。仙台市医師会長安藤健次郎様でございます。安藤でございます。宮城県新型コロナウイルス感染症医療調整副本部長東北大学病院教授石井忠様でございます。石井です。よろしくお願いします。宮城県感染症対策委員長角光雄様でございます。角です。よろしくお願いいたします。宮城県知事村井義弘でございます。なおご質問は皆様からのご発言の終了後に賜りますのであらかじめご了承ください。それでは知事よろしくお願いします。はい、マスコミ関係者の皆様、本日は誠にありがとうございます。先ほどの対策本部会議で決定したように7月21日から8月16日まで時短を決定をいたしました。今回、3月の教訓を生かしまして3月の時よりも10日間ほど早く時短をスタートすることにいたしました。具体的に申し上げますと3月の段階では3月12日に49人の新規感染者が出ました。その後時短を開始するまでに13日間時間を要したわけであります。今回は本日48人患者が出た段階で決定いたしまして時短を開始するのが21日5日間でございますので前回に比べますと8日早く時短をスタートするということになります。やっと営業を再開をすることができまして飲食店の皆様また接待を伴うお店やっと景気が少し戻ってきたかな、安堵の表情を浮かべた途端にこのようなことになってしまいました。心よりお詫びを申し上げたいというふうに思います。今回は3月の状態と違いますのは高齢者の方が非常に感染者が少ない、したがって、重症者も少ないといったような状況にはございますが、一方若い方たち、40代50代を中心に若い学生さんも含め急激に感染が広がっております。特に若い人たちは行動力がございますのでおそらく3月よりも感染者の増え方が早いだろうと判断をいたしました。このままいきますとデルタ株は間違いなく若い人たちにも重症化をもたらすだろうと考えております。若い方たちが命を落とすことのないようにするためにはこのような対策を取らざるを得ないと判断をいたしました。まさに苦渋の決断ではございますけれどもどうか仙台市内の飲食店の皆様にはご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。また仙台市以外の飲食店につきましても同じ状況でございます。決して油断はできませんのでそれぞれのお店でご協力をよろしく独自判断でお願いをしたいというふうに思います。私からは以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは皆様からも一言ずつお願いしたいと思います。はじめに郡市長よろしくお願いします。はい、仙台市長の郡でございます。仙台市におきまして、6月中旬に時短要請が解除されて以降その効果が一定期間継続したと考えられること、また市民の皆様や事業者の方々によるリバウンド防止の取り組みとも相まって新規感染者数が連日一桁となるなど比較的落ち着いた感染状況にございました。しかし全国的に第5波といわれる感染拡大基調に移行しつつある中にありまして、本市においても今月に入って、
新規感染者数が2桁を超える日が続きまして、ここ数日は30人近くで推移しております。20代から50代までの活動範囲の広い働き盛りの世代が多く、さまざまな事業所や学校、飲食店などでの感染が確認をされているところです。本市ではこの間過去の感染急拡大にあったデータを踏まえまして、感染再拡大の兆候をいち早く捉えるための指標、それと行動に移すべき基準というのを設定いたしまして、その推移を注視してまいりました。しかしすでに全ての数値がこの基準に達しておりまして、本地域における国のステージ指標のいくつかはステージ3に至っています。で、明らかに再拡大の危険水域に入ったと認識をしております。感染のピークを抑えて医療提供体制を守るためには、迅速かつ機動的に強い対策を講じることが必要と考えまして、直ちに県と協議をさせていただいていたところでございます。本市全域を対象区域として、酒類を提供する飲食店、接待を伴う飲食店に対する時短要請が先ほど決定をされました。事業者の方々、とりわけ、飲食店の皆様方には大変心苦しく思うところでございますが、夏休みや大型イベントなどを控え、感染力の強いデルタ株への懸念もある中、何とぞご理解の上ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。本市といたしましても、速やかな協力金支援金の支給はもとより、民間事業者と連携をいたしまして、どなたでも PCR 検査を受けることのできる検査センターの設置など、安全安心の確保と感染の早期発見に資する新たな取り組みを含めて各班の対策を実施してまいりますほか、全庁による応援体制のもと保健所体制、検査体制を強化し、感染の封じ込めに全力で取り組んでまいります。市民の皆様に改めてのお願いでございます。今この危機的状況の中で感染拡大を抑え込むためには、繰り返し申し上げておりますが、3密を避けること、手洗いを行うこと、また正しいマスクの着用など、お一人お一人が感染防止対策の徹底をしていただくことが何よりも重要でございます。リバウンド防止徹底期間は継続しておりまして、飲酒を伴う大人数や長時間に及ぶ会食、行事の自粛など、さまざまな要請が継続中です。今一度、これらをご確認いただきまして、確実に実践してください。特に飲食店をご利用の際には、会話の際のマスクの着用、お店の求める感染防止対策に積極的にご協力ください。それぞれの職場や学校、ご家庭でも気を緩めることなく、基本的な感染防止対策を徹底してください。飲食店の皆様にも業種別ガイドラインの遵守、それから県の認証制度の活用などによる感染対策の徹底を改めてお願い申し上げます。特に若い世代の皆さんには、ご自身が感染しないように、そして他の方に感染させることのないように、慎重なご判断と行動をお願いいたします。一日も早くこのような状況を乗り越えて、感染防止と社会経済活動の両立を確かなものとできるように、危機感を共有して心を一つに取り組んでまいりましょう。私からは以上でございます。ありがとうございました。次に宮城県医師会佐藤会長、よろしくお願いいたします。はい、宮城県医師会の佐藤でございます。3月31日に宮城県では1日200人という人口当たり日本一ということになることもございました。大阪、兵庫、宮城県にまん延防止等重点措置が取られまして発令されまして、
宮城県ではその後されましたけれども、宮城県ではその後幸いにして比較的穏やかな経過を取りました。ただ大阪、ことに大阪では大変皆様ご存知のように悲惨な状況ということがございました。今後宮城県があの時の大阪のようにならないことを願っております。第1波から第3波の感染状況と第4波以降は全く違います。今は第5波の入り口でございますが、感染力の強いインド型の変異株との戦いです。我々医療者は医療提供体制の逼迫に備えて非常な緊張感を持っておりますし、ワクチン接種に全力を尽くしますが、もう一回言います。県民の皆様方、ごめんなさい、医療提供体制の逼迫に備えて非常な緊張感を持っておりますし、またワクチン接種に全力を尽くしますが、県民の皆様方におかれましては変異株との戦いに改めて気を引き締めて、日常の感染に対する対策をに取り組んでいただきたいと心からお願いいたします。以上です。ありがとうございました。次に仙台市医師会安藤会長、よろしくお願いいたします。はい、安藤でございます。今更ではございますが、新型コロナウイルスというのは人から人に感染するウイルスです。感染初期には口の中にウイルスが多く存在し、唾液の飛沫を介して近くの人に感染します。また現在変異を繰り返して移りやすく、また重症化しやすい傾向が明らかになっています。現在は N501Y 変異から L452R 変異株への移行というものが進んできております。仙台、宮城もこの傾向にございます。これからのワクチンに、これからのウイルスにですね、ワクチンの効果は十分にあるというふうに考えられていますが、今回感染の中心となっている若い 年齢層の方々はまだワクチンを受けておられない方が多いので注意が必要だというふうに思います。すでにワクチンを受けた方々も決して油断をせず、マスクをいつもして、今までの感染対策を引き続き行って自分を守るということに徹していただきたいというふうに思います。この感染症に対しては市民、県民の皆様で協力して当たらなければなりませんが、基本は個人個人の感染防御の心がけです。人との距離を置くということを今後しばらく実践してまいりましょう。今この変異株を含めここ数日で感染者が非常に多くなってきている。この数日の感染者の増加傾向がさらに強まるような場合は、開催がギリギリとなろうともオリンピックの無観客の決断というものを知事にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。はい、ありがとうございました。次に宮城県新型コロナウイルス感染症医療調整本部、石井副本部長、よろしくお願いいたします。東北大学病院の石井でございます。本日は所用のため本部長の、当病院長富永が所要で欠席しておりますので、代理として副本部長の私の方から、コメントさせていただきます。とともにですね、自分は今、宮城県新型コロナウイルス感染症医療調整部の副本部長でもありますが、東北大学病院が現在行っている、コロナの地域の感染制御の、まあ、実務責任者でもありますので、その立場からも、コメントさせていただきます。東北大学病院としましては、まあ、この医療調整本部の調整のほかに、ドライブスルー外来、それから、軽症者宿泊療養施設、ホテル、今3つやってますけれども、その3つのホテルに対するオンコール と、夜間の、看護師宿泊ですね。それから3つ目が、高齢者施設支援体制の、マネジメントも自分が担当しております。それから、ご承知のように東北大学の、大規模ワクチン接種センターの実務調整も担当しております。その立場からお話しさせていただきますと、
順を追っていきますと、まず医療調整本部の毎日の新規陽性患者の調整ですが、今週に入って倍増以上になっております。と従いまして、現在協力22病院長で、県内のですね、構成された協力病院長会議の中での協力病院、仙台市の協力病院のベッドが、当日受け入れ可能病床が、だいぶ逼迫してきております。ということです。そこで調整が大変になりつつある。それからホテルの療養者に関しても、1に比べて70名を超えるぐらいの方が療養されておるので、そこもだいぶ増えてきているということですね。それからドライブスルーに関しても、最近、感染症、陽性者の数が少なかったので、平日毎日行っていたものを週3回に減らしたんですが、これも増えてきたということでありまして、来週からまた、平日毎日に戻しますということですね。ということですので、以上考えみると、全ての、調整している、我々で、東北大学病院が担当しているワクチン対応の、まあ、いろんな、事業というか、タスクがありますが、感染拡大を証明しているというふうに思います。ということをぜひ、県民並びに市民の皆様にご承知をいただきながら、引き続きご協力とか気を引き締めていただきたいなと思います。これからできることは、来週の19日からワクチン接種センターは準夜帯のワクチン接種も開始いたします。本学病院から連日最低9名、最高13名毎日派遣いたします。ですので、かなりワクチン接種が現在の3000から3600に増えますが、1日あたり、まあ、それでもし足りないということになれば、本院としても、宮城県並び仙台市と、協議の上、接種回数を増やすということで、感染制御の一翼を担いたいというふうに考えております。でもそれだけでは多分感染制御というのは難しいでしょうから、先ほども申し上げましたように、ぜひ、まあ、県民の皆様、それから、仙台市民の皆様も、感染十分気をつけてですね、日常をお過ごしになっていただきたいと思います。我々としてできることは、新規陽性患者の方々にどう対応できるかということです。で、高齢者施設に関しては、現在クラスターは私市民には現在承知しております。それはやっぱりワクチン接種で高齢者へのワクチン接種が進んだせいではないかと、自分個人的には推論しております。ですので、繰り返しになりますが、ワクチン接種を、若い人にもどんどん広げていくことで感染制御をするともに、試合していきたいなというふうに考えております。で、こういった感じでトータルで今後も、医療調整本部としては、コロナに立ち向かっていきたいなというふうに考えております。で、今回の時短要請に関しても、人流を抑制するという点では、まあ、非常に有効な対策の一つではないかなというふうに、まあ、考えておりますが、それだけでは、制御できるとは思っておりませんので、私どもとしてはできる範囲、できる限りのことを具体的に対応してまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。最後に宮城県感染症対策委員会各委員長、よろしくお願いいたします。はい、宮城県感染症対策委員長を拝命しております、東北医科薬科大学の核でございます。この度再び仙台市全域に時短要請ということが、まあ、今日、決まりました。で、これまで宮城県仙台市では非常に危機的な状況があったんですけども、宮城県民、仙台市民の皆様方、そして医療関係者の皆様方、また行政の皆様方、そして今日お集まりのメディアの方々の情報の伝達といいますか、多くの県民の方々に正しい情報を伝えていただくことで、県民の方々が非常にそれを感染予防対策を実践し、人流の増加を防ぐような行動を取られたということで、これまで、まあ、どうにか対応してきたわけであります。ただこの新型コロナウイルスが起こって1年半になるわけですけども、多分今回が最も大きな危機的な状況を迎えつつあると言っても過言ではないと思います。それはやはり私たちがあまり予想
できなかった、あるいは予想はしていたとしてもこれだけのインパクトがあるというようなことが分からなかった変異株が登場してきて、まあ、特にデルタ株なわけですけども、 L452R 変異株ですけども、これが急速に今、まあ、増加しつつあります。仙台市も新しいデータでは 7.9% ということですけども、これが、まあ、東京都の例なんかを見ますと倍増していく可能性があります。これはこれまでの従来株、あるいは今まで問題になっていたアルファ株よりもさらに感染力が強いので、若い方、これまでかからなかった若い方や小さなお子さんたちも感染してくるということになります。先ほどからお話がありますように、高齢者の方々はワクチン接種が進み、重症化がある程度予防され、感染伝播もある程度予防されてきました。しかしまだまだワクチン接種が進んでいない中で、このデルタ株による感染拡大の危機というのは本当に今そこまで来ていると思います。そういう意味では県民市民の方々にもう一度この感染症がいかに、まあ、制御が難しいものであるのか、これは別に仙台、宮城県だけではなく東京、あるいは関西、首都圏、そして世界でもまた感染が拡大してきているわけです。ですから皆さん、ワクチン接種がこれから進み、多くの方の重症化が予防されることはある程度分かってきているので、今この時期にもう一度自分たちがどうやったら感染を予防できるのか、人との距離を保ち、できるだけ、まあ、これは寂しいことですけども、人と会うこと、あまり知らない方々と会うことを避け、そしてしっかりと感染対策を守っていただく、こういう原点に立ち戻っていただきたいと思います。これは克服できない感染症ではありません。ですがそれは多くの方々の連携協力が必要になります。ぜひ皆さんで、今ここにお集まりの皆さんを含めて多くの方々が連携して、この新たな脅威をどうにか打ち勝っていくことが必要だと思いますし、これから夏休み4連休、そしてさまざまな大規模なイベントが予定されています。そういったことも含めて多くの県民市民の方々がそのことを理解し、より強力にみんなで宮城県仙台市で感染を予防していくんだという強い気持ちを持って対応していただければと思います。ぜひ頑張っていきたいと思いますし、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。私からは以上です。